小豆島に一番最初に来たきっかけが、まあ、友達を訪ねて来たんだけど、その時もあのお店を移転とか、まあ、移住っていうのも考えてたから、家見てみようかって言ってみ空き家バンクを見たんだけど、でその時に出てきたのがここの家で、そしたらすごい、やっぱり良くて、でこの、土地が持つなんて言うんだろう、魅力にすごい惹かれて、あもうここだねって彩香とねもう なったんだよね。しかもねすごいここは過疎化の進む、ね、小さい部落で、ここでお店をやるってなった時に集客できるかなとか、なんかそういうこう心配が一切なくて、なんかここでやりたいみたいな、この土地に住みたいっていうのがすごい大きくて、もうここに決めたっていう感じかな。そう、納屋と今母屋を改装してて、でもうこれはね最初から決めてたんだけど、一気に改装してで家と住居を構えようっていうのがあったから、もう最初から家にはこう住まないで外に住みながら改装していこうっていうのが、まあ、外に住む最初のきっかけになって、でまあ外に住むってこう頭の中で想像してたけど、いざこう、まあ、畑を整地してテント張ってみるとすごい斜めで、いやこれ結構大変だなっていうのにそこで気づいて、でまあ友達の大工さんに手伝ってもらって、まあ、デッキを立てて、でそこに今大きいテントを張って、そこで今暮らしてるんだけど、家から畑までだいたい30メートルぐらいかな。でまあね、すごいこう短い距離だけどすごいこう急な坂を登り降りするような生活をしてるんだけど、この畑には、まあ、水もないし電気もガスもなくて、まあ、ライフラインっていうのは全然整ってない状態で、まあ、だけどね、すぐ下降りればライフラインが整ってる家があるから、ね、山の中でポツンとこう、ね、ライフラインがない暮らしをしてる人に比べたら大した生活をしてるような感じもないんだけど、まあ電気は太陽光で発電して電気を賄ってて、水道に関しては家からそのタンクに水を汲んで上り下りをするっていう。今から、上で風呂に入るのに水を運びます、はい。まあ、上でドラム缶風呂炊いてるから、その水を下から頑張って運んでいきます。これ1個何キロぐらいなの？これね、1個20キロぐらい。だから両方で40キロ。お、何往復？お、だいたいね、160リッターぐらいお風呂で使うんだけど、まあ4往復だけど、ちょっと多めに5往復はするかな。じゃないと、イカ休憩。じゃないと暑すぎた時に冷やす水が確保できないから、ちょっと多めにね持ってきます。そこがまだね、あれなんだよね、その自分でこう調整が難しくて、
大体38度ぐらいから、水温38度ぐらいから入れば気持ちよく入れるんだけど、気づいたら60度近くなってて、で結局水足さなきゃいけなくて、温まったお湯捨てなきゃいけないみたいな、超もったいないけど、そうしないとドラム缶があふれちゃうし、水温が保てないってことで、いきます。はい、だいたいね、今のところでね、一回休憩するの。これ映像では伝わらないけど、結構なシャドウだからね。めちゃ大変だけど、これをまあ最低5往復、まあ風呂に入りたければ頑張れよっていう感じでやってて、でこれをやった上でのこの景色を見ながらのお風呂が超最高。実際ドラム缶風呂は下でも生きるの。下の方が、まあ、排水もねあるし、給水もあるからいいんだけど、ここからの景色がやっぱもう最高だから、大変だけどこっちを選ぶっていう。きつい、きついよ。まあ、これから水を入れて下で火を焚いてお湯を作ります。ようやく火がしっかりついたんで、あとはまあ1時間弱沸くのを待つ感じかな。ようやくお風呂の準備が整いました。だいたい
番いいのはあれだね、夕方に入るのが海が見えて、ね、すごい気持ちいいかな。景色何も見えないけどね暗くて。いやこの開放感は最高だよね。星もね、すごい綺麗に見えるし、直火の熱の温かさっていうのはすごいこう芯まで温まる感じがするから、うん、温泉すごい好きだけど、温泉行かなくてもドラム缶風呂で十分みたいな、そういう感じ。あの水の用意とかもあってめちゃくちゃ大変なんだけどね。だけどまあこのね、土地というか場所の心地よさっていうか気持ちよさ、海がすごい見下ろせて気持ちいい、静かな海が毎日見れる生活っていうのはすごい自分の中では、それがあるから頑張れるというか、そういう暮らしも全然できるのかな。